あ、家庭教師の先生が来た。家庭教師の先生が来た。はい。はい、ただいま、うちは、引っ越し準備、毎日頑張っております。はい。この部屋は特に LG のクリーニングがあったり、マッサージチェアがあったり、ダーツマシンがあったりしてた部屋です。はい、そちらは全部買い取っていただきました。はい、で今、こちらには、洋服がいっぱい並んでるんですけど、タイは基本夏しかないので、冬物がいりません。まあ、だけど、僕らが12月の頭に、タイに行くまでに日本は冬なので、まあ、その1ヶ月半ぐらい、うん、1ヶ月ぐらいか、そうだね、を乗り越えるための冬物は残してる状況です、はいはい、ここからまた減らすんだよね。そうだね、そうギリギリまで着るものと、まあ、持っていくものみたいな、はい、まあ、基本だからタイには夏物を中心に、持っていく感じ、洋服は、はい、となっております。で、ここが CC のおもちゃ、はい、CC のおもちゃゾーンで、これでも減らした方、うん、多分4分の1ぐらいに減ってると思う、はい、はい、4分の1ぐらいに減らして、これ全部持っていくのだけど、これ多くない？いやでも多分レゴとかそういうのは持っていかないと思う、はい、ここからもまた減らす、減らす、多分何分になるかわかんないけど、なるべく減らそうかなと。うん、いや減らした方がいいでしょう。この量はね、うん、ちょっと多いでしょう、はい、っていう感じで今、こういう状況で、まあ、ここからここの洋服も減らすっていうことで、はい、持っていくもの、はい、はい、じゃあ次、この辺のダイニングテーブルとかは次回なくなる予定です。はい、はい、これも引き取ってもらってます。引き取ってもらう予定。はい、これも、はい、これも引き取ってもらいます。はい、で、ボールチェアは、だいぶ前に引き取ってもらったんだよね。はい。はい、ないね。この辺も処分するやつ。これは処分するやつ？処分っていうか、欲しい人にあげる。ああ、あげるね。ために箱詰めしてるやつ。これも？これ、俺が。今、シーシーがここに持ってきて、ここで最後の遊びをしてるから、なるほど、ね、置いといて大丈夫だ、持って、はい、後で持っていきます。よかった、売られることそれは持っていく、そのこれはね、もうあげる先が決まってるから、はい、はい、で、このランニングマシンとかも次回、来た時になくなります、引き取ってもらいます。で、このソファーも次回なくなります、はい、でも空っぽになるよね、そこの棚とか、あ、この棚とかもだからね、うん、でここにも86インチの、テレビがあったんですけど、なくなりました、はい、買い取っていただいたね、はい、はい、で、パパのこの仕事スペースはギリギリまで置いとく予定で、まあだけど次回の次回ぐらいかにはなくなるよね。次の次がもう最後か、うん、最後、はい、冷蔵庫とかも最後、最後まで残ってもらう感じです、はい、空っぽにどんどんなっていってます。はい、で、この辺もね、この辺もなくなる、なくなるよね、次回ね、うん、はい、でフィギュアの棚、ガラスショーケースは全部、引き取ってもらって、フィギュアは、基本買い取ってもらったね。まあ、で欲しいやつ、ね。そう。で、イーシャンがどうしても持って行きたいフィギュアだけは、別で避けてて、それを持っていくんでしょ？それを持っていく。はい。それを持っていく予定です。持っていく。はい。基本なんかタイは、家具付きなので、物件が。持っていけないんですよね。家具がね。家具が。これももう引き取り手が今確認中。あ、そうなんだ。うん、なんかサイズがね、ちょっと大きかったみたいで確認中です。はい。あ、まあ、次のタイの物件は、ガラスショーケースとかが置けないかなっていうね、感じような。
はい、ここはもともと洋服がたくさん置いてあった部屋です、はい、衣装部屋。これをどうするか聞かないとと思ったんだ。それはもう持っていかないでしょ、さすがに。いや、これは持ってっても、はい、空っぽになってます。ではお兄ちゃんの部屋。今のお兄ちゃんの部屋はこんな感じで空っぽでございます。ね、二段ベッドがあったよね。本棚とかもあったけど、全部、引き取ってもらいました、はい。はい。で、パソコンがあって、これも次回、引き取ってもらうというか、買い取ってもらえるのかな？どっちかわかんないけど。はい。で、今はそこだけあって、今日家庭教師なんだよね。そう。はい。これも次回なくなる予定。そうだね。これも次回だと思う。うん。はい。はいはい。で、ここにも洋服があったけど、全部向こうに持ってってる感じだね。獅子の辺まだあるな。この辺は、処分するのとあげるのと。はい。処分するものとあげるものがある感じね。うん、だけど、だいぶなくなったよね、うん。棚とかあって、ぬいぐるみがたくさんあったけど。だから棚とかぬいぐるみは、ほとんどね、買い取って、あ、買い取るじゃないか。引き取ってもらったのか。そうだね。棚は引き取ってもらって。うん、はい。ぬいぐるみは引き取ってもらった感じだよね。はい。はい。で、寝室だけは、通常。通常で、なんでかっていうと、ここが最後の砦。あまだ通常だよ、全然。はい。ここはちょっとまあ、ギリギリまで。最後。うん。次回の次回ぐらいかな。うん、次回、このマットレスだけになる。ああ、なるほどね。ベッドの枠組みとか、こういうちっちゃいテーブルとかは、なくなる。はい。このテレビとかも、次回買い取ってもらうんだよね。うん、はい。買い取っていただく予定です。うん、でこの IKEA のこのベッドは引き取りなんだよね。買ったばっかなんだけど。買ったばっかなんだけどね。はい。これも引き取ってもらう感じだね。はい。いや、もったいないね。めっちゃ寝心地よかったよね、このベッド。持っていきたい。持っていきたいぐらいだけどね。まあだけどもうタイは基本ね、さっきも言ったけど、タイの物件って家具付きが当たり前で、もうベッド、ダイニングテーブル、ソファー、テレビ、棚とかいろんなものがもう揃ってるから。同じぐらいのついてるもんね。そうだね。そう。だから、ね、持っていけないんだよね。うん。そう。荷物をね。そこはね、いいのか悪いのかわかんないけど。まあまあ、うん。そう。ここのものは、あげるものと、あげるものと持っていくもの。ワンピース。漫画を持っていくんでしょ。あとは、ケースとかは処分するもの。から、はい、衣装ケースは処分します。で、イーシャンの持っていく分のフィギュアはそれかな、イーシャンの部屋に飾れる分ぐらいかな。そうだね、はい。まあ、あとあれかな、ダンスの部屋かな。これも持っていくやつでしょ。これを持っていくやつ。でもこれ、俺のね、漫画とかね、はい、ジャックとかは置いてきなよ、もういらんやろ。 あ、まだ鏡あるんだね。はい、これ時間なくなります。この辺の処分するやつとか。ああ、この辺も次回なくなるわ。はい。はい。ここもだいぶ減った。だいぶ減ったやろ。ここ物置部屋ね。持ってってもらわないといけないし、はい、この辺をギリギリまで使うやつと、あとあげるやつが含まれてる感じです、はい、っていう感じでございます。はい、はい、まだちらっとは見せれるかな。はい、まだ通常運転で、まだ通常全然あと1ヶ月以上あるから、まだ、はい、トイレも、いや、トイレも通常だ。トイレも。あ、家庭教師の先生が来た。
じゃあ行ってらっしゃい。頑張ってねー。とりあえず今持っていくものと処分するものと買い取ってもらうものと引き取ってもらうものをいろいろ仕分けして毎日こう試行錯誤して、この家の中を、いつまでに空っぽにしなくちゃいけないんだっけ。11月の終わりぐらいか。そうだ。うん。まあ、半ばぐらいには空っぽにしないといけないんだよね。そうだね。はい。それを今毎日ちょっと頑張って家族でいろいろ試行錯誤して頑張ってます。はい。はい。大変だよね。めっちゃ大変。はい。やっぱさ、うち、物が多い方だから、うん、うん。やっぱね、それを処分したりとか、まあ、これまだ使えるよなみたいなものを処分するのがあれだから、まあ、使ってもらえる人がいるかなってその探し手を探したりとか、うん、そういうのがめっちゃ大変。はい、です、はい。まあ、あとあれだよね、タイは基本家具がやっぱ揃ってるからできるだけ荷物は、持っていかないようにっていうのが基本。そうだね、はい。まあ、日本の引っ越しとはそこが違う。そうだよね、まあ、そうなんだよね。だから日本で今まで引っ越してきたときは荷物をそのまま移動させてたけど、ね、タイの場合はもう本当だから家具が揃ってるからできるだけ、荷物を減らして必要なものだけ本当に必要なもの、うん、で、あとは向こうで揃えた方が関税だっけ。完全もそうだし、送料もかかるから、うん、ね、はい、持っていきたいなと思っても持っていくお金の方が高かったりすると、うん、じゃあもうこれは向こうで揃えようかってなっちゃうしね、うん、あとは電化製品がワット数があるんだよね、うん、し、なんか電化製品は課税対象だから基本。あ、と電子レンジとかついてるからね。家具家電、家具家電ついてますだからほぼほぼ買うものはあんまないんだけど、空気清浄機か、空気清浄機とかね、加湿器とかは買う予定、向こうに着いたら。まあ、あとあれだけどね、食器そうだね。船便だとさ、1ヶ月半から2ヶ月半ぐらいかかるので、うん、だからその間さ、食器なしってわけにいかないから、うん、そういう必要最低限の食器とかそういう鍋とかそういうものは買わないといけないから、はい、そういうのは向こうで揃える感じになると思います。はい、そんな感じかな、はい。まあ、とりあえずお家の中を空っぽにするために今、頑張っております。終わりが見えない。そうだね、これでもだいぶ減ったんだけどね。いや、減ったよ、全然減ったんだけど、うん、なんか全然減ってるように感じないよね、うん、もしかしたらね、視聴者さんで、うちの動画を見て、あれ最近なんか風景変わったねとかって気づいてる人もいるかもね。そのボールチェアがあれなんかなくなってないとか、ちょっとこっちに持ってきてたしね、うん、なんか模様替えしてんのかなぐらい感じてた人もいるかもね。夜だけで星の光に誘わ。とりあえず頑張って移住に向けて、はい、日々奮闘中でございます。はい。